いかがなさいました、姫様。風が呼んでいる気がしてね。風が。300年ぶりの嵐が吹きそう。はい。これからの風向きには注意しておいて。かしこまりました。放つ風よ時の傘へ、この思いはいざよいに。凛としたあなたと同じ倒られぬ花、色は匂えど音の葉も届かないまま、震え枝から消えたあなたの空を飛ぶ蝶になれるのなら、その悲しみ苦しみを食らい尽くす鬼でも構わない。放つ風よ時の朝へ、この思いを舞い散らせと、夢よ刹那この心は彷徨いのまま、輪廻の果て霞む空いざよい涙。我ら新選組はこれより京都守護職の命により出陣する。この日新選組は会津藩から正式に出動を要請され、御所に乗り込もうとしている長州藩を追い返すために出陣することになった。ああ俺も行きたかった。豚所で待機とか退屈すぎ。君は傷さえ癒せればすぐに表舞台に戻れますよ。それに比べて私は。あ、まあおとなしく寝てろってことだよ。いった、何するんだよ掃除。あの薬を使えば私も再び剣を取ることができるかもしれない。会津中将松平片森様をお預かり、新選組京都守護職の要請により長谷参事申した。要請だと？そのような通達は届いておらん。しかし我らには正式な書状もある。上に取り継いでいただければ。取り継ごうとも回答は同じだ。さあ帰れ、身風呂ごときに用はないわ。ひどい、あんな言い方って。まあ俺たちの扱いなんざこんなもんだ。でも諸次第は桑名藩の仕事だ。俺らが下手に騒げば合図の顔を潰しちまうかもしれないしな。近藤局長、諸次第では話になりません。奉行所を離れ合図藩と合流しましょう。うん、それしかないな。ここは守護職が設営している陣を探すか。そうであったか。はい、わかった。では新選組は九条河原へ向かってくれ。承知しました。我らこれより九条河原へ向かう。新選組が我々会津藩と共に待機？そんな沙汰は受けておらんな。すまんが藩邸に問い合わせてくれるか。またお前らの判定がな。新選組は九条河原へ行けって言ったんだよ。
おい、陣営の責任者と話がしたい。上に取り次いでもらえますかな。どうやらここの会津兵たちは主戦力じゃなくただの予備兵らしい。会津藩の主だった兵たちは蛤御門の方を守っているそうだ。それでは新選組も予備兵扱いってことですか。必然的にそうなるね。チッ、豚州に来た伝令の話じゃ一刻を争う事態だったんじゃねえのか。状況が動き次第即座に戦場に発せる。今の俺たちにできるのはそれだけだ。はい、今夜は一晩中気が抜けなさそう。ジズル、休むなら言えよ。俺の膝くらいなら貸してやる。あ、大丈夫です。我々は待機を命じられているのだぞ。長州の野郎どもが攻め込んできたら援軍に行くための待機だろうが。しかし出動命令はまだ。自分の仕事に一かけらでも誇りがあるならてめえらも待機だ云々言わずに動きやがれ。よし、続け。しかし、天使様の御所に討ち入るなどと、長州は一体何を考えているのだ。まさか、ここまでやるとは。天に唾した者がどうなるか、見せてやる。朝方、蛤御門へ押しかけた長州勢は、会津と薩摩の多数の兵力により、退けられた模様です。薩摩が会津の手助けねえ。世の中変われば変わるもんだな。土方さん、公家御門の方にまだ長州の奴らが残っているらしいぜ。何？局長、今回の御所襲撃を先導したと見られる者たちは天王山に向かっています。どうする、都市？原田、隊を率いて公家御門へ向かい長州の残党どもを追い返せ。あいよ。斉藤と山崎には状況の確認を頼む。当初の予定通り蛤御門の守備に当たれ。は。それから大将、あんたには大仕事がある。ん？天王山に向かった奴ら以外にも廃山兵はいる。そいつらは商家にお叱りしながら国まで落ち延びるんだろうよ。ああ、それを追悼するなら俺らも京の都を離れることになる。その許可をもらいに行けるのはあんただけだ。うん、承知した。俺が何としても守護職を解き伏せてくよ。ああ、源さんも同行してくれ。大将が暴走しないように見張っておいてくれよ。あいよ、任されました。残りの者は俺と来い。天王山へ向かう。おう。はい、行くぞ。まずは新選組として会津の責任者に挨拶をすべきか。よろしければ自分が動きます。今は上層部も混乱していますから我々の行動を見とがめることもないでしょうな。うん、では山崎君に一任しよう。問題が生じたなら俺を呼んでくれ。は。引け引け、御門は我ら会津藩がお守りする。なお言うか、ここは薩摩藩が守ったとじゃ。何？会津と薩摩が手柄の取り合いか。愚かなことだ。あ？なんかちょむいわ、新選組じゃなかか。こげなもんどもまで招集していたとは。やはり会津はふぬけばっかりやな。浪人の手を借りねば戦うこともできんとか。
よまいごとに耳を貸すな。ただ己の務めを果たせ。状況確認の任務に徹しろ。はい。己、我ら会津藩士を愚弄するつもりか。貴様が相手になるか。やめておけ。あんたとそいつじゃ腕が違いすぎる。御所へ討ち入るつもりなら、まず俺を倒してから行くんだな。俺、死にたい奴からかかってこいよ。もはやここまでか。引け。逃がすな。おい。なんだ、銃声一発で腰が抜けたか。光栄に思うんだな。てめえらとはこの俺様が遊んでやるぜ。遊んでくれるのは結構だが、お前だけ飛び道具を使うのは卑怯だな。池田ではご迷惑をかけましたな。彼の額の傷は大丈夫でしたか。加減ができずにすまなかったとお伝えください。東堂を倒したのはあんたか。なるほど、それなら合点がいく。大方薩摩藩の密偵として、あの夜も長州勢の動きを探っていたのだろう。あんたは新選組に仇をなした。俺から見れば東堂の敵ということになる。しかし今の私には君たち新選組と戦う理由がありません。俺とて騒ぎを起こすつもりはない。あんたらと目的は同じくしているはずだ。だが侮辱に侮辱を重ねるのであれば、我ら新選組も会津藩も動かざるを得まい。こちらが浅はかな言動をしたことは事実。この場にいる薩摩藩を代表して謝罪しよう。私としても戦いは避けたかった。そちらが引いてくれたことに感謝を。私は天城久次と申す者だ。次にまみえるとき、お互いが協力関係であることを祈ろう。天霧九樹、居合で脅せば容易に引くかと思ったが。何者でしょうか。薩摩にも厄介な輩がいるようだ。話の通じる点は救いかもしれんが。てめえは骨がありそうだな。にしても突っ込んでくるか。普通小手先でごまかすなんざ、戦士としても男としても二流だろう。俺は知らぬ卑怯だ。お前の名乗り聞いてやるよ。新選組十番組組長原田佐之助。そろそろ頃合いだ。今日のところはここまでにしてやる。新選組の原田佐之助、俺様の顔をしっかり覚えておくんだな。次は殺す。忘れるかよ、知らぬ一挙。俺の槍を避けられた奴は初めてだぜ。おい、
大丈夫か。私が。その羽織は新選組だな。その人、あの夜池田屋にいました。何？あの夜も池田屋に乗り込んできたかと思えば、今日もまた手柄探しとは。田舎侍にはまだ餌が足りんと見える。いや、貴様らは侍ですらなかったな。お前が池田屋にいた凄腕とやらか。うん。しかし随分と安い挑発をするもんだな。ふん。腕だけは確かな浪人集団と聞いていたが、この有様を見るにそれも作り話のようだな。起きたと言ったか。あれも剣客と呼ぶには非力な男だった。掃除の悪口なら好きなだけ言えよ。でもな、その前にこいつを切った理由を言え。その理由が納得いかねえもんだったら、今すぐ俺がお前をぶった切る。貴様らが武士の誇りも知らず、手柄を得ることしか頭にない幕府の犬だからだ。敗北を知り、戦場を去った連中を何のために追い立てようというのだ。腹を切る時と場所を求め、天王山を目指した長州侍の誇りをなぜに理解せんのだ。じゃあ誰かの誇りのために他の命を奪ってもいいんですか。うん。誰かに形だけ守ってもらうなんて、それこそ誇りがズタズタになると思います。この女。ならば新選組が手柄を立てるためであれば、他人の誇りを犯しても良いというのか。それは偉そうに話し出すから何かと思えば、戦をなめんじゃねえぞ。何？身勝手な理由で喧嘩を吹っかけておいて、討ち死にする覚悟もなく尻尾を巻いた連中が武士らしく綺麗に死ねるわけねえだろうが。罪人は斬首刑で十分だ。自ら腹を切る名誉なんざ、御所に弓引いた逆賊には不要のもんだろう。自ら戦を仕掛けるからには殺される覚悟も済ませておけと言いたいのか。死ぬ覚悟もなしに戦を始めたんなら、それこそ武士の風上にも置けねえな。奴らに武士の誇りがあるんなら、俺らも手を抜かねえのが最後の鼻向けだろう。バカ野郎、てめえら自分の仕事も忘れてんのか。土方さんよ、この舞台の指揮権今だけ俺が借りておくぜ。行くぞ。おう、千鶴、そいつを頼んだ。はい。貴様ら、おっと、細見してんじゃねえよ。真剣勝負って言葉の意味も知らねえのか。で、お前も覚悟はできてるんだろうな。俺たちの仲間を切ったその覚悟が。口だけは達者らしいが、まさか俺を殺せるとでも思っているのか。です。うん。薩摩藩に組みする我らが新選組と戦う意味がないことぐらい百も承知のはず。まさかとは思ったが、やはり。大丈夫か？自分出てきます。これを使え。 ありがとうございます。土方さん。上に行ったら長州の奴が
残らず切腹して果ててたぜ。え？自決か。敵ながら見事な死に様だな。いいんですか？新選組としてはよくねえよ。奴らに務めを果たさせちまったんだからな。だが潔さを潔しと肯定するのに敵も味方もねえんだよ。わかるか？はい、わかるような、わからないようなです。町が燃えてるぞ。御所に打ち入った長州の過激派浪士の指導者たちは戦死または息絶えたが、逃げ延びた者が京の都に火を放ち、市中の民家27,511戸、土蔵1,207棟、寺社253が焼失。あの祇園への山鉾も23基中22基が失われた。この後長州藩は朝廷に歯向かう逆賊として扱われていくことになる。この事件は後に禁門の変と呼ばれた。人としても死なせてください。